はい、えー、とそれでは、えー、発表を始めさせていただきます。えー、と改めて、えー、とタイトルは PyPI、えー、デビュー2023となってます。もろもろのメインの発表の前にあの一応じめにということであの前だれはいつもあると思うんですけれど、えー、と改めて、えー、と武井といいます、えー、と X なないしあの GitHub をもろもろだとこのあと、アット武井というアカウントで、えー、と活動しています。ああと右のあれですねあの どこだっっけなどっかの洞窟のところの看板にあったドラゴンが目印になってます。であとでちょっと,えと軽くだけ説明するんですけど現在虹ボックスという株式会社虹ボックスという会社に所属してましてえっと会社ってそんな Python 使っ積極的に使ってないんですけれどえっと今回あのプライベートの方であの趣味でいろいろ Python のコードを書いてたりするのでこっちのスタンスでの登壇となってます。 で普段あのライブラリーとかあの拡張特にあのスフィンクスが好きで好んで使っててあのスフィンクスの拡張をしてたり、えっと、いわゆるあのスフィンクスであのプレゼンテーションをあの作ってたり、えっと、する人です、えっと、今日のスライドもあのスフィンクスで書いてます。 で簡単にあの会社の時間使わせてもらってるので、あの自分の会社のちょっと軽く紹介だけさせてください。えー、と株式会社、ニジボックスというんですけれど、えーとえー、主にあの UI、UX のデザインを中心に、開発だったり運用だったり、割とあのワンストップでできるような、えー、業,業態を持っている、えー、とリクルートグループの会社となっていますで。ちょっとあの普段のの自分の分野で よりもあの書いてあると U I UX 中心の,あの業務案件とかの方が多いのでもし興味があったらここの URL だったり二次ボックスとかで検索してみてください。でえっと、もうちょっとこっち側の,あの Python インスタの人向けに近い領域だとそのうちの会社の場合だとそのメディアの中でポスト D っていうあの海外のメディアを翻訳しているサイト多分見たことある方いらっしゃると思うんですけれど、えっと、ここの運用,運用とかをやっています。 はいで、改めて今日話す予定のことですね、えーとまあ、タイトルの通り PyPI デビュー2023ということなのでっ、えー、と t イ o n のパッケージを集めている PyPI、ね、に PyPI に対して、えー、とパッケージアッ,プ、えー、とアップロードをしてそのいわゆる PyPI に置かれているライブラリのエ のいわゆる開発者となしとデビューをするような,な大きお流れを、まあ、簡単に説明しつつ、えっと、今年、あのー、だいぶ前に何度かいろんな方が PyPI デビューみたいなタイトルであの発表していることがあったと思うんですけれど、えっと、それを踏まえてあのここ最近そのより、えっと、巨大な GitHub、えっと、ですね GitHub をすごい有効活用していきながらその 以前の PyPI への,アッ,プデートのしかアップロードの仕方をより有効活用してこういうふうな使い方をしてより楽にそれなりに品質が上がるような PyPI へのアップデートロードをするというようなフローをこんな感じで普段やってますよみたいな形で話そうと思っています。でえっと、そののあたりアップ アップロードするまでの過程とかプロセス中心の話なのでそのパッケージングそのものを支える技術の話だったりとかその各その、まあ、アップロードするまでにいくつかステップがあったりするんですけれどこのステップそのもののすごい細かい話とかはあまり話さない予定でいます、はい、では1つ目ですね、えー、と Python のパッケージと PyPI の簡単なあの話をします多分 例えばこんなもうすごく雑なスフィンクス拡張ちょっと作ってきてみたんですけれど、えー、っとこのスフィンクス拡張をそのドキュメントの拡張の組み込んで実行すると,、えー、っとビルドをするときに単純に「Let's Build by Sphinx」という、えー、っとプリントをただするだけのモジュールです、これは。でまあ、実際あのこういうもの以外のものも大量にあるんですけれど ま、こういう風うにえっ、ー、とインポートを踏まえて使われているようなものを、ちょっと自分の中で、そのパイソンのえっ、ー、とスクリプトとモジュールのなんか呼び分けでよく自分の中のなんか言葉付けで、そのスクリプトはその普通に python コード全般を指すのと同時に、そのモジュールはそのインポートを前提としたものとして扱ってます。で、えっ、ー、とモジュールの1個以上の組み合わせですね。まあ、とまったものをまあパッケージとして。 というようよな名前付けで普段呼んでますでこの呼び方をちょっと多分あのこの後の話で出てくる単語も大体こういうような意味合いで使っていっていくっていう感じとなっているんですけれど、えっと、実際にその他の普段の皆さんとかも Python を使って何かを作ってたりした時にそのふと多分気づくシーンとか,なんか思い浮かぶシーンがあると思うんですね。あの要するに えと自分以外もこれ使うんじゃないかなっていうそんなシーンですね、えーとまあ。例えばさっきのものだと、まあ、全然役には立たないんですけれど、えー、と例えばその今 Google ググさんがあのブドウ X ってあの文,字文字をいい感じに折り返せるようなライブラリを公開しているんですけれどそれを他のライブラリと組み合わせて使うようなライブラリを作って自分たちで使ってた時に こ,れなんかこういう組み合わせたものってなんか自分以外にも使うシーンってなんかありそうだなみたいなことは思ったりするわけですね。でそういった時に、えー、ときにもちろん GitHub をただただ公開して誰かが勝手に使ってくれればいいやみたいなシーンはあったとありはするんですけれど、えー、とより漫画はきちんと他の人も使えるようにし,たいしてなってもらいたいなと思ったときにやっぱり重要になってくるのがこの PyPI にアップロードしたくなるという、えー、と、あとは思考の流れというふうになっています。 でえー、とそんな PyPI、えー、どんなものかというと,、えー、とこれ普段あのまあ見に行く機会ってあんまりなんかすごく頻繁ってほどではないと思うけれどなんか見たことはあるぞみたいなそんな感じのサイトのような印象を自分は持ってたりするんですけれど、えーとまあ、このサイトがパイいわゆる PyPI というサイトですね。 確かこの略称で、Python、えー、のパッケージインデックスの略で PyPI と呼ぶ、呼んでる人が多いとか、PyPI って呼んでると思います、ほとんど多くの人が。で、えーと、さっきのサイトの説明にも書いてある通り、いわゆる Python の,のパッケージを公開するためのリポジトリのサイトとなってます。 えっとここに載っかっているのはいわゆる Python の,の Python 本体が持っているその標準ライブラリとかではなくてえっと自分たちを含めた Python のコードをふだ書く Python エンジニアの人がえっとこういうライブラリがあるから使ってみませんかというようなえっと意図を持ってえっとここにそのパッケージの形態で Python のコードを置くようなそんなイメージのサイトです。 ふだん、えーまあ、PyPI って単語を直接的に見ることってことあんまりないとは思うんですけれどいわゆるパ,のパッケージをインストールする際によく使う PIP インストールというコマンドがあると思います。PIP インストールで特に何も指定をしていないときに例えば PIP インストール Jango みたいなことをコマンドを実行した時に、えー、ときに Jango を一番最初に探しに行く場所がこの PyPI です。 でえっと、改めてで今回の目的はこの PyPI に自作のライブラリをアップロードする道筋を知っていくこと、知ってもらうことなんですけれど、これを過去の PyConJP とかでもよく、まあ、あれちょこちょこ出てくるんですが PyPI、えっと、デビューすることというふうに言っています。でえっと、今回はあの一番最初の説明でも軽く出てきた通りえっり、と、より 楽により品質を高められるように PyPI のデビューをするために GitHub を使って楽な PyPI デビューをしてすることっていうのをちょっと目的をしようと思っています。要するに、こういうことですね。えー、GitHub という巨人の方に乗っかって楽にいい感じに PyPI デビューしてみませんかというような発表です。はい で,えー、とでは、p y ア i デビューそのものをちょっとまず追っかけてみましょうということで、ここからは、えー、と Python パッケージを開発するときの、えー、すごいまあふわっとした総論に近いような流れの話をちょっとしていこうと思います。で まあ基本的にああの普通の Python プロダクトとやること自体は大きく変わらないんですけれどえ要するにまあ公開したいものがあったりあなかったりっていうふうな想起をするようなイメージから始まって Python のプロパッケージとしての構成をきちんとセットアップをしてえ開発、テスト、ドキュメントを書くパッケージングをした後でそれをアップロードするみたいな流れになってますえと多分他の Python プロダクトとの違いは多分最後のパッケージングとアップロードあたりですかね あのここら辺はあんまり普通のプロダクトではやらないかなというようなやつですで。これをちょっと順番に見ていくんですけれど、でまあ、早期するはあの単純にアイデア頑張って生み出してくださいなので、ちょっと今回は一切しゃべりません。で一つ目のセッットアップですね えとで今最近昔と違って PyPI にアップロードできるあの Python のパ,パッケージを作るために必要なものって、えー、とこの2種類、2個だけだったりします。えー、Python のパッケージになるもの本体、えー、と,、えー、と Pyproject.toml というファイル、えー、とこの2個で一応あの Python のパッケージの構成要素がギリギリ成立するようになってます。 あくまで最小要件なんで、よく GitHub で見るプロジェクトとかだと、その使い方を示すようなリードミがあったり、そのライセンスファイルとかですね、そういうのがあったりするんですけれど、まあ、最小だとこんな感じですね。で重要なのが、の下の方にある pyproject.toml というファイルで、いわゆる Python のパッケージのメタデータだったりするものを管理するようなファイルになってます。でいわゆる toml 形式ですね、えーっとまあ、角括弧。 がキーの親のキーのセクションになって、えっと、あとはイコール使ったキーワード型のいわゆる辞書っぽいデータ形式なんですけれど、えっと、このような Python のプロジェクトっていうセクションがあったり、そのビルドシステムっていうセクションがあったり、で、そのビルドシステムの中身に応じたツール、ツールピリオドから始まるえオプションに関するセクションがあったりというような、 えとこんな感じの構成ファイルを、えー、あらかじめ用意して、えー、と実際にあのプロジェクト、えー、このパ、えー、ファイルはこんな Python パッケージを構成する、えー、していますよというのが分かるようになっています。で実際のそののそ、えー、ファイルに のサイトに行った時にそのジャンゴのページに行った時にジャンゴの,の情報というのはこの p i p r o j e c t t o m l だったりそ,のそれより昔から使われているセットアップ .config みたいなファイルの中身から参照されているものとなっていますで。プロジェクトのまあ要素こんなものがありますよというのですけどあの先ほどもちょこっと出てたようなそのパッケージの本体の名前だったりで、まあ、重要なのがバージョンだったり えとまあパッケージそのものの説明だったりもろもろというもの,があのを実際に記述していく感じになりますで重要だったりするのはディペンデンシーズとかですねその他このパッケージがどんな他のパッケージを使っているのかというような情報とかですねこれがないとあのインストールしたけど動かないみたいなことになっちゃったりしますで他にもその このパッケージは Python 何以上じゃないと動きませんよって、RequirePython とかだったり、PyPI の中で、えっと、このパッケージはどんな種類のファイ、えー、パッケージなのかを示すようなクラシファイヤーズみたいなのがあったりします。で結構あの物流がボリュームが多いので、もしあのいろいろより細かい PyProject.toml を作りたい方は、この PEP621 みたいな、こういったサイト、ページとかをちょっと見てみてください。 で改めて、えっとえっとえー、もう一回載せるとこの必要なものが Python、えっと、のパッケージ本体と PyProjectToml、えっと、トトのみです。Python のパッケージはあの先ほどの,そのちょっとした用語の整理のときに話したとおり1個以上の Python のソースなので、えっと、極端な話 Python、えっと、のソース1個と PyProjectToml トトの全部で2ファイルだけでパッケージが整理するように最近なってました。はい でじゃあそういったそのパイプロジェクトト m b を用意した上で実際に Python のパッケージを開発していくわけなんですけれど、えっと、基本的にはまあ開発そのものはあのよくある Jango を使った Web アプリケーションとかと同じであの自分の各自の環境で Python のパッケージ開発をするだけだったりはします。でただその パッケージをそのパッケージとしてインポートするような使い方ができるようにそのいわゆるエディタブルインストールって言うんだったかな -e.period みたいなピップインストールの使い方が、えー、っとパッケージだとできるようになっているのであのそれを使ってそのパッケージとして扱いつつそうそうこう、うん、編集するみたいなそういった使い方をすると楽ですね。 で結構気をつけているのは、その,そのパッケージがどこの,あの Python のバージョンまでをサポートするかとか、あの依存パッケージの上がどこまで実はサポートしているかみたいな、えーと、こういったところにちょっと意識をする必要があります。この辺はあのは、ここまでって決め打ちしたら、割とそれで解決するプロダクトとの違いだったりするかなと思います。 で例えば、目安だとそのパターンマッチングを使いたいっていうとそ,のそこだとバージョンが3.10から始まっているので3.9以下は見せているような感じになりますね。はいいるかな,でまあ、なるべくあの開発しつつやったほうがいいのがこのいわゆる PEP8 に準拠するようなフォーマッターを使うとかあの性的解析でなるべく不要な記述を除去するとかで実際、開発。 あのドックストリングでないいわゆるコメントですねを入れるようなことはなるべく早いうちにやっとくとより安心できるかなみたいなそんな話になってますで、えっと、実際にコードを開発しつつ、えっと、次にやるのがテストですねでやっぱりそのこの呼び出しをしたら、えっと、この変え結果が変えるというのは担保するのが結構必要なんですけれどあの結構その えっと、プロダクト自分の中ではなんですけれどその個人あの社内でプロダクトを作るとき以上に地味に重要なつもりでいてというのもその不,特定不特定多数の人が普通にこのテストコードを見に来るからですねあのどういうあの動作をするかのすごい広い範囲で見られることがあるので、えっと、この辺のきちんとあの見ておく必要があるみたいな感じですね。 でなんかえー、とちょうど前の時間帯のセッションにあったので、ちょっとこんなタイトル、引用していると要は好きとか嫌いとかでいいから、練習してテストを書けるようになってみるという、そういう心持ちで、えー、の向き合うといいかなと思います。で、えー、とより、えー、次がテストを書いたら、ドキュメントをなるべく書きましょうというのも、テストコードはコードなので、人が,が読めるけれど、えーと、人が書いた文章の方が読みやすいからですね。 でここら辺のツールはすごい様々なので、えー、と個人であの好みで決めてください私はスフィンクス派ですで一通り必要なコードできたテストで動作保証できた説明できるようなドキュメントを書いて何かパッケージとしてやっていけそうだなって思ったらパッケージングをするというのが流れになっていきます PyPI、えっと、のサイトとかでたまに見るかなと思うんですけどいわゆるタージー .gzip っていう SDIST でソースディストリビューションだったかなの形式にしたりその今だとそのホイールっていうバイナリーを含む BDIST を作ったりするようなフェーズがここになります。 えっと、PyPA というそのパッケージングを中心に扱っているチームとかがいたりするのでこの辺が最近本当すごい楽になっていてただ、さまざまなんかここもツールがすごいバラバラになってて、えっと、みんなあってみんないいみたいな状況になってはいますただ、どれもあの普通に素直に使っている分にはそんなになんかきついものではないのでなんかどれか目に入ったものを一応使ってみるとかしておくとあのそれだけで普通にビルドそのものは結構簡単にできるようになっています。 でそこでパッケージするファイル2つ2種類とかファイルが出来上がったら PyPI に2つのファイルを登録することで PyPI に公開されるようになりますでここ最近公開されているようなビルドツールは大体そのサブコマンドにそのビルドのほかにパブリッシュだったりアップロードだったりっていう風にそのビルドしたままそのままアップロードするようなサブコマンドがそのまま揃っているので 新しめのものを選ぶと大体漏れなくアップロードできるようになっているのでそのまま使っちゃうのが一番楽ですねたまにないものがあるんですけれどないならないでその確か PyPA だったのかなが公開しているんですけど Twine っていうそのアップロードするツールが別途あるのでそれを使うだけで割と簡単にアップロードできるようになっています だからそういう機能がバラバラだった場合だったらそこ,こ,こにあるようなそのパイプロジェクトビルドっというのをうまいことビルドするコマンドをインストールしてビルドをしてと w いでアップロードするだけで意外とアップロードそのものも簡単だったりしますね。で一応この時点でパイピ p イのアカウントを作成する必要があって えっと、ここ最近だと二要素認証とかがついて API キーを使って認証してくださいと言われることが非常に多いので例えばこのアカウント画面から API キーを作ってあのこっちを使って認証するような感じに最近はなってます、はい、でここでアップロードしたら「はいおめでとうあ,のあなた PyPI デビューできました」というのはここで、えっと、第一部感となります、まあ、ひとまずはなんで、えっと、ここから、えっと、結構時間く まだ大丈夫かな、えっと、本題で、えっと、GitHub に乗っかかって開発するのがここから先ですねでさっきの開発の流れ、えっと、大きく分けた流れはそのままそうなんですけれど同じなんですけれどでここから先紹介するのはこれらのプロセスで、えー、WithGitHub をやりましょうというフェーズですで一つ目、えっと、開発を WithGitHub でやるでこのフェーズで GitHub に乗っかれる何が乗っかれるかというとこれですね えと見たことある方、多いと思います。えー、いわゆる GitHub CodeSpaces ーーです、えーと。GitHub がホスティングしている、えー、とクラウドの開発環境となっています、えーと。一応確か無料で使える枠があったので、さっき無料で使ってた時間があるんですけれど、えー、といわゆるブラウザーとか端末を飛び越えた後で別の、まあ、ブラウザーで、えー、ともう一回環境を継続して使えるようにするのが必要だったりします。 で特にその中身があの実質ブラ、えー、とビジュアルスジュコードだったりするので普段の開発環境が VS コードの人はこれすごくあの親和性がある使い方ができるかなと思います。でもう一つ、えー、と開発 WithGitHub でここやっぱ有名、えー、今話題になっているのが GitHub コパイロットですね。でこれはあの AI の GPT とかを使っていわゆるプログラミングの支援をするサービスで、えーとまあ、コメント とを入れたらなんかそれに基づいたコードサジェクションしてくれるんでしたっけ確かえというのもすごいふわっとしてるなあの自分はちょっと特に理由はないんですけど使ってないのでちょっとこういうのもこのフェーズで、えー、役に立ちますよという、えー、紹介だけにとどめますはい、えー、では次のフェーズ、えー、開発が終わったらテストをしますねでテストと WithGitHub、えー、をすると、えー、こういう、えー、ものが、えー、出番です でちょっとスクショだので、かつ細かめなので、こういうものかというと、これ GitHub アクションズですね、えーと。GitHub が提供しているワークフロー基盤です。でワークフロー基盤なので、いわゆる CICD の類い、えー、いけますで、えーと。マニュアルでそのワークフローの実行もできます。定期処理も実行できます。えー、GitHub のサービスの中でも個人的に非常に万能選手となっています。 でえっと、例えばあのこう、テストのフェーズでこいつが便利なのはこのマトリックスですね、ちょっと見えるかな、こ,このマトリックスっていう概念があって、えっと、例えばこの Python のバージョンと、えー、Python のバージョンと p h ンクスのバージョンの組み合わせであの大量のテストを割と簡単にかけるという点ですね。 でエクスクルードという除外条件を作ることができるので、えー、とここ今ちょっと隠れてて全部で 5×5、えー、なんですけれど、えー、とそこから、えー、と特定条件3つを抜いた、えー、と22条件でテストを割と簡単な基準で同時に回すことができるようになってますでもう1個、えー、とワークフロー上で結構重要なのがこのオンというどういう時トリガーでこのワークフローが動くかなんですけれど えっと、少なくとも必要なのがプッシュ。Git、えー、コミットなどのプッシュで大体毎回起動してもらわないと困るからですね。ワークロディスパッチっていうのはいわゆるマニュアル実行。えっと、これはあんまり普段使わないんですけど必要なタイミングでたまに必要になります。で自分が個人的に使きちんと入れるようにしているのはこのスケジュールです。というのも、あの 依存パッケージ側が突如あの破壊的な変更を仕掛けてしてきてしまっていつの間にか互換性が壊れるみたいなことがたまに起きたりするのであの 1, 1週間に1回ぐらいなんか定期的に教えて実は回しておかないとつらかったりするっていう感じですね。というのであのここら辺のパッケージを、うん、設定を結構細かく毎回使ってたりします、はいえーと。では次、ドキュメントを書く WithGitHub なんですけど、えー、と重要なのはあのまたこの画面です。はい えっと、GitHub アクションズですね。えっとまあ、また2回目の当時な場でも省略するんですけれど、要はあのワークフローなんで、この中ではドキュメントのビルドができるからですね。でビルドだけだしかできない代わりに、えっと、GitHub には GitHub ページズというものがあります。でこれ、静的サイト配信基盤なんで、ドキュメントのビルドをしたものをそのままデプロイできたりするのがちょっと強みですね。でただ、バージョンが込み入ってくるときは、ちょっと新しい、よりなんか高度なサイトへの乗り換えをしたほうが良いかなと思います。 はい、では次、えー、パッケージングする withGitHub、えー、パッケージングの時に便利な GitHub のサービスといったらこれです、はいえー、とまた出ます、ね、GitHub アクションズですで、えーとまあ、ここも結局ワークフローでビルドで sdist と b リ i s t といういくつかのファイルの生成ができるわけなんですけれど、えー、とさっきのトリガーの条件で例えばタグをつけた時だけビルドをするみたいな時ができたりするのでこの辺で えっと、使う機会が非常に多いです。でパッケージングしたものを p イ p i 以外にアップロードすることも可能なので、例えばこ,うこっちの GitHub の側にある GitHub Releases っていうサービスに BD ストのホイールとかをついでにアップロードしておくといったことをすると p イ p i が死んだときの保険になったりします。で最後かな、あ違うな、えっと、アップロードするの WithGitHub もやっぱりこいつですね。 で結局、ワークフローの中にそのアップロードできるようなプロセスを組み込むだけで、えっと、アップロード自体は割と簡単にできます要はあのさっきのトゥワインアップロードをあのアクションズの中でやってしまえという話になりますで、まあ、GitHub アクションズの出番がめちゃくちゃ多いんですけれどあのやっぱり CLI の処理なら割と何でもできるような基盤になっているのであのこいつを使いこなすだけでだいぶ。あの いろんなところが楽になるって感じになってます。で、最後にちょっとだけ省いたセットアップする withGitHub なんですけれどあの GitHub でリポジトリ作るときこんな画面ありますよね。あの真ん中に書いてあるやつあの。リポジトリテンプレート機能っていうのが一番、一応あります。大雑把に言うとあの新規リポジトリ作成のひな型のリポジトリです。で、リポジトリなんでその新しく作るときの利用元なんですけど、メンテしやすいのがちょっとメリットですかね。 まあ、CLI コマンドからでも指定できるのがちょっと便利ぐらいなイメージですでただちょっと柔軟性がないので自分はそのクッキーカッターっていうテンプレートを作成ツールを使っていることが多いです、はい、ちょっと最後終盤結構書き足気味になっちゃったけどちょっと最後のまとめなんですけど、えっと、こんなサービス使ってこれであなたも PyPI デビューしてみませんかというお話をしていましたであの以前に出てきた PyPI デビューシリーズとかの,あの発表とかと見比べてもらったら まあ実感はできれば難しいかもしれないんですけど、あの割と単純にパッケージを開発してアップロードするだけの行為がだいぶ敷居が下がったかなと思ってます。特に GitHub みたいなあの巨大な巨人の方がすごいあの丁寧に物事をさせてくれるので、あのこいつ使うだけでだいぶ楽になったかなというイメージがあるので活用あ、もし使ってみたい方は活用しまくってください。えー、こういうあの発表を見て、より いろんなライブラリが増えると、私は嬉しいかなと思っているので、えっと、これを持って、発表を終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。発表ありがとうございました。では、質問があるが、ある方はいらっしゃいますでしょうか。挙手をお願いいたします。大丈夫ですかね。はい。 では、えー、発表ありがとうございました参加者の方大きな拍手をお願いいたします